早速セミナーを開始したいと思います。では辻本さん、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今紹介に預かりました辻本です。えっと、よろしくお願いいたします。えっと、では早速、えっと、サステナブル出版というのが、まあ昨今、えー、皆さんも関わりがあると思いますが。えっと、毎年これちょっと紹介させていただいているんですが。えー 職責ですね。あのー、まあ、イベここ2年間ぐらいはちょっとコロナで、なかなか、あの、オンライン、あの、オンサイトのイベントに行くことはなかなかなかったんですが、えー 今年約ちょうど先週、えー、フランクフルトのブックフェアが久しぶりに行われましてですね、そこでもオンラインの方で参加させていただいて、何人かの方を取材させていただいたんですけども、まあ、過去の明治交換をした方をはじめ、一体どういう職責の人が、えー、出版社が求めている、もしくは新しく追加されたかみたいなものをずっとウォッチしてまいりました。 で、ちょうど、まあ、えっと、10年近く前になりますが、デジタル担当、つまり電子化、えー、電子書籍でやってつくんだっていうのは、やっぱ、米国においてもずっと2012年頃から、えっと、そういう担当の方が出て、なかなか、あの、知ったもんだ、してたんですけども、まあ、その後、ちょうど、えー、環境の変化に応じまして、まあ SN、SNS や EC での販売がぐんと増えた時には、やっぱそういう SNS や EC の対策のコミュニケーションマネージャーみたいな職責が、えー 外部並びに内部から社内から、えー、そういう、えー、職責が誕生したりとかですね。で、まあビッグデータ AI が普及するに応じて、えー、データサイエンティストみたいな肩書きの名刺をもらったときには、えー、ちょっとびっくりをしました、えー。出版でデータサイエンティストの時代かみたいなのが2015年でした。で、あとはあのヨーロッパの GDPR の、えー <laughs> 個人情報保護を含め、えっと、子供たちをインターネットからどう守るかみたいなものが、えー、法制化された時には、チュードレンズオフィサーっていうような方が、えー、誕生し、えー、その方が、まあ、子供たちの、まあ、プロテクションですよね。いかにそれをやるかっていうのを、その出版社側の方から、えー、それをどう、あの、遂行していくのかっていうようなものを、えー、の職責が生まれましたと。 であの昨年は d i ですねあの、要するに多様性であるとかあの、イクイティであるとか、インクルージョンみたいなもの,のが重要化されてきて、まああの、ミッションに関してはここに書かれている通りでございます。で、今年ですね、やっぱり一番多いのは、えっと、まあ、今年からっていうわけではないんですが、明らかに増えたのはサステナビリティマネージャーという職責になります。できゅ まあ、あのアップルとかグーグルなんかのサスティナビリティマネージャーっていうのは、えー、組織的にはマーケティングの下に入ってまし入ってる方もいらっしゃって、えー、とサスティナビリティという言葉自体がですね、もちろんその SDGs との関係で、えー、ゼロカーボンの話であるとかですね、地球中心設計であるとか、えー、いうこともあるんですが、出版に関して言うと、えー、今年はツール開発。 というものをミッションとするサスティナビリティマネージャーっていう人が、えー、各、えー、大手の出版社にはいらっしゃいます。で、えー、基本的には、まあ、IT のマーケティングと、あとやっぱりその従来の戦場ではないところですね、のところから全体的に、えー、遂行さなきゃいけないということで、また 結構ここは投資の部分とも密接に関係してくる部分というものもあり、えー、っとこのサステナビリティマネージャーというのは非常に新しい職責だなと思って <laughs>、えー、ここに今年は紹介させていただきましたで、えー、っとサステナビリティを捉えるキーワードというのにですねまた背景なんですが <laughs> このコロナが何を及ぼしたかというところなんですがエクソダスという言葉がございます <laughs> もともとエクソダスっていうのは、あの出エジプト記ですねあの、旧約聖書のモーゼが出てくる話ですがあれの,あのユダヤ人の大移動みたいなものがエクソダスと、本来はそういう意味でだったんですが <laughs> 広くコロナで、えっと、例えばグーグルの,あの日本でも NTT さんが本社をあの郊外に移されて、えっと、基本的に全員オンラインっていうのをされたりとかですね、グーグルなんかでも,もう今シリコンバレーンで 働いている Google のエンジニアっていうのは逆に少なくなっているような感じで皆さんそれぞれ、えっと、いろんなところに <laughs> 移動をし始めたとで。こういうような大移動をエクソダスと最近は捉えよく表現されます。で、今年の4月なんですが、えっと、大手の出版社においてはパブリシングエクソダスというものが起きまして、えっと、多くの出版関係者、編集者を含めた と言われている大手の出版社を退社されて独立されたり、えー、郊外に移ったりまた自分で仕事を始めたりということが起きましたで、えーとまあ、理由はいくつかあるんですが、えー、ダイバーシティとかイクイティとかインクルージョンみたいなものへの対応が遅れていることを理由に挙げている人もいるんですが、えー、と私が聞き及ぶ話もしくはし実際に聞いた話 でいうとやはりそのコロナで2年間女あの、えー、テレワークをやっていてでいきなしすべ、えー、てが高いニューヨークでもう一度仕事をしろと言われても、えー、もうちょっとそこは戻る気がないよっていう理由で、えー、退社するっていう人がおそらく半分以上じゃないかなと思われます。 かなりの、えっと、出版業界の関係者が、えっと、出版社を退社されたっていうのが今年の春の出来事ですね。で、それをパブリッシングエクソダスというふうに呼んでおります。で、まあ、あとはブックトックの台頭っていうのも一つ大きいというふうに報じられているのもありまして、えっと、このブックトックっていうのは、いわゆる TikTok で本の宣伝をして、それが 実際の本の販売に直結するというようなものをブックトックというふうに呼んでるんですが、えー、と数字を実際に拝見したところ例えば1週間でブックトックで週に4000冊以上、えー、と販売されたりするような事例も、えー、いくつか見られます。で、えー、とこれはですねニューヨーク・タイムズの手表というのが従来は本を売るためには非常にあの有効っていうか影響力が大きいと言われたんですが 今やニューヨーヨクタイムズの書評を上回っていいるという捉え方が支配的ですで実際の本屋さんなんかでもブックトックコーナーっていうのは必ず用意されていて Amazon <laughs> においてもブックトックだけでものすごい数が出てきますが b、えっとまあ、ブックトックというものが出たことでいわゆるその本のプロモーションに関しても随分と様変わりをここ2年間でしたなっていうのがあると思います。 でこれはまあ去年もご紹介したかもしれませんが、各社の DE&I の、えーまあ、副社長レベルの方が時に多いんですが、まああの、トップの直下に入って、えー、これはどちらかというと、社内教育および外部の,あの、まあ、リスクマネジメントみたいな部分も多分にあると思います、ミッションとかには。で、えっ、ー、と、今年になってから、 では例えば IPA 英国の,あのパブリッシュアソシエーションですねの方が、えっと、サステナビリティ・イン・パブリッシングということでですね2019年の2月に実は立ち上がったんですが、えー、要するにパブリッシュアソシエーションのサステナビリティ・タスクフォースができましたと。 でえっと、立ち上がった時は10人足らずだったと思いますけども、現在メンバー70名を数えるまで大きくなりまして、でここ、じゃ何やってるかというと、基本的にはツール開発をやっております。つまり、サステナビリティというものは、皆さんこう、<laughs> 捉え方が簡単に言うと違うわけです。メタバースもそうですけども、かなりそのいろんな捉え方ができるもんですから、やっぱりそのツールみたいなもので、客観的に えとこれをしたらどうなるかみたいなものを、えー、とカルキュレーターとして作り上げるというのが最優先だろうというのがパブリッシャーズ・アソシエーションの考え方です。とことをこのような考え方っていうのは、えー、と各社結構、えー、と出版社においてはよくそういうような考え方されておりましてまずツール開発こそがサステナビリティ出版の第一歩であるというような捉え方をしているというのが重要な点かと思います。 で、これはまたちょっと、コミュニティの持続性を評価するツール、同じツールという意味においても、これはリアルな、実は日本なんかでも採用されているツールなんですけども、CSA と VA というのがございますで。基本的には、えっと、乱暴に予約するとアンケート、調査に近いものなんですが、えー、っと、基本的にその、えー、っと、 に一番最初に使われだしたのが市町村の合併並びに都市開発という部分で使われ始めました。で今英国のえ、VA に関してはもう英国では1000以上の地域やコミュニティでやられていて日本でも長野県なんかでは、えー、市町村の合併などの時にツールとして使われております。でメリットはここにも書いたんですけども。<laughs> やっぱり数値化なんですねあの。基本的にアンケート調査に近いものですから、その設問に関しては、それぞれが作るということになります。で、それに対して、えっと、実際にそこに住んでいる住民の方たちに、えー、話を聞いてで、それを数値化すると。で、この、やっぱ数値化するっていうのが一つ大きくて、この数値化することで、さまざまな、えっと、 マーケティングツールにも使えますし、まあ、そこから、えー、統計も使えますしいわゆるビッグデータとしてさまざまな形に、えー、展開できるで理想的な街づくりに持っていくというようなのに使っているツールです。で、そのサステンビリティというのはあの異なる解釈が多数あるものですからやっぱこういうツールを使うことで、まあ、均一化できるというのもメリットの一つかもしれません。ただデミリットとしてはです、ね、それぞれぞが勝手に、 主観に基づいて設問を作ったものを、えー、市町村ごとにやるものですからそのアグリゲーションつまり、えー、と市町村をまたいだりとか全体的に例えば長野県みたいなもので、えー、とアグリゲーションしようとすると設問が違うのでなかなかそのなんていうんですかねいわゆるその横串横断原作が非常にやりにくいっていうようなデメリットもございます。 でこれは実際の長野県の都市再開発なんかで、えー、と使われたものの表になりますが、えー、そこの住民に対して何が理想かというのを聞いていきますで具体的にはですね、えー、これは例えば広島県で行われた説問なんですけども、えー、とその土地に対するそのいろんな えー、環境面での評価社会面での評価文化精神面での評価みたいなものを実際にそこにお住まいの方にお聞きしてでそこから、えー、とその合併なり、えー、併合なりをした新しいまち、えー、づくりみたいなものに対する、えー、ものをそこから導き出していくというような手法になります。 でこれ年齢層あの、VA なんかの場合は、えっと、年齢や階層ですね、あの例えばその年,年収なんかにおいても違ってくるわけで、まあ、その辺なんかを加味したものが VA なんかでは結構入っていまして、これは CSA なので、えっと、基本的には皆さん、住まれている方に、えー、話を聞いて、それをまとめるあげるような形になります。 で年齢層が高いとどうしても医療機関ですね病院とか、えー、歯科医院とかあと、えー、意外にバスのニーズが少なくて鉄道のニーズが高いとかですね、えー、いろんな、えー、と傾向がいろいろ出てそのデータをもとに、えー、併合なりその合併市町村の合併をした時の効率化と新しいその都市空間を作り上げていくというのに使ってるツールです。 でなぜこれをそのサステナビリティの出版で紹介したかというと、えー、とこの,ニュあのメタバースの都市計画への応用が、えー、容易だからです。でえーとまあ、メタバース自体も言葉としてかなり定義がいろいろあったりとかですね、<laughs> えー、それこそ古くはあのシカンドライフのようなものが2008年ぐらいから、えー、とには。 出てきてきるわけけですけども、どうしてもその概念がそこのメタバーズの、えー、都市がを証券にどうやったら作り上げられるかみたいな、えー、ところに参入する企業がどうしてもそこに偏ってしまうっていうところがあって実際のそこに住む住民ですねえー、とーのこういう CSA や VA みたいなツールを使った、えー まあ仮想空間でもリアルな空間でもいいんですけども、を作る時に欠、えー、けていたのは、えー、が結構原因としてあるんじゃないかなとかつて流行らなかった理由としてですね。っていうのは感じますと。で、えー、と実際にじゃあ集めたデータをどう処理するかってことなんですけども、まあ、これはまたちょっと違う事例で。 これは米国のイングラムという鳥杉さんが実際にユーザーが本を買う、1冊の本を買ったという事実を気づきから興味、検討、成果、この4つの項目に分けて、えーあまあ、実際には出会いという部分で 3, 3つの項目に分けて調査をしますと。 で実際にあのその部分で例えばここに書いてあるのは実際の回答になるわけですけども、ポッドキャストで著者のことを知って、ウィキで著者を調べて、面白そうだからアマゾンで本を買ったと。でこ,ういうこれが一つの、えっと、本を買った、えー、<coughs> 出会いから、えー、成果までの流れになるわけですが、でこれをダ、えっと、ーっと調べていくわけですね。で当然、ポッドキャストで著者のことを知った人が、えっと、グッドリーズで書評 星の数をチェックにしに行く人もいるでしょうし、えー、この組み合わせはどんどん増えていくわけです。で、あの単純に数学的にやりすると、NP4 だと120通りあの5とあの、5個の質問だと120通りですが、これが、えー、と100人ですと約1億通り、で、えー、1000人のデータを分析すると10億通りの中から、えー、とどの、えー、供給経路、 というのが最適であるかというのをサプライパスオプティマイゼーションというふうに呼んでますが SPO を実現してそれに合わせて製造計画から流通計画を立てるということを AI を使ってトライしています。この方法がベストもしくはどのくらいの精度でいくかというのはまだまだ。えーと 実証実験に限りなく近いレベルだと私は捉えてますが、えー、まあ,あの、それが明確に分かれば、かなり、えー、と供給量を最適化できる、まあ、結果として廃棄、えー、を少なくできるということで、えー、サステナビリティなことも実現できるというようなことに取り組んでる、えー、取り次さんもいらっしゃいますと。と、もう一つ先ほどの <laughs> えとメタバースに関して言うと、えー、まあ、よく えっと、VR とメタバースは必ずしも同じではないんですが、えーっと、要するに VR とか AR とか MR っていう言葉が乱立しておりますと。でこれ、アカデミックの方では大体ここの今お見せしているような図のように、えー、カテゴライズされております。で、あのー、Google とかメタ、旧 Facebook ですねとかマイクロソフトはえっは、と、それぞれ注力しているエリアがございまして、えっとマイクロソフトは MR。 えー、ミックスドリ,アリティ、まあ、この言葉自体はマイクロソフトが作った言葉かもしれませんがあとグーグルはやっぱり AR、えー、拡張現実の方の、えー、に注力されていると社長がはっきり、えー、おっしゃってますでまたメタに関してはやっぱり VR の方に限りなく近い方での、えー、メタマース空間づくりから、えー、新しい価値観であり新しい <laughs> 証券の創出みたいなものを、えー、試みようとしています それぞれフォーカスしているエリアは微妙に違うんですが、えー、と3社とも共通で言えることは、やっぱそのメタバースで製品を販売するというアイデアに、えー、と収束してしまうことは警戒すべき、つまりそこをやっちゃだめだということは3社共通して言っているところです。 でえー、とじゃあ、日本の出版物についてちょっとおさらいをさせてください。で、このブルーの線が、えー、と出版科学研究所の出している、えー、1955年ぐらいから、えー、と2000最近までの、えー、雑誌と書籍、並びに最近は電子書籍も含めたものの売上金額の、えー、グラフになります。 1996年がピークなので、まあ、そこをピークに落ち出したことで、えー、出版がずっと落ち続けているというような報道も。まあ その通りなので、まあ、その通り報道されているんですが、でえー、1996年までは、えっと、96年までは、このグリーンのライン、これが実質 GDP の推移のあのになります。もちろん、数字の桁はもう全然10億円単位なので、GDP の方は、えー、違うんですが、グラフの傾きということにを見ていくと、1950年、55年ぐらいから1996年までは、えー、GDP とほぼ、 えっと、同じように伸びてきたものが、えー、96年から97年あたりをピークに、えー、GDP デフレータータですね名目 GDP を実質 GDP で割った値の角度に即して2013年ぐらいまで、えー、加工したというふうにも見て取れます。で、えー、2014年からこの出版科学研究所の調査データ自体が <laughs> 電子書籍のの売上というのが加算され始めた年で、もあります2014年から入りまして、で現状はだから1兆6,742億円で、大体その比率として、電子書籍、雑誌、書籍がこのような形になっているというのが、まず、おさらいとして、えっと、日本の出版業界のおさらいとして、この部分を復習として載せました。 で、えっと、一方、北米においてはですね今、紙の書籍の全販売額の50%以上がアマゾンが占めております。で、電子書籍では、えっと、全販売額の75%を占めるとも言われています。で、大手の取り次ぎ者によっては、アマゾンでの販売額全取り扱いでの80%を超えると。 で、アマゾンの2021年度の売り上げは大体今、円146円で、これ計算してますが、えっ、ー、と、68兆五千六千6億円近くまで来てまして、えっ、ー、と、なんとトヨタの2倍を超えてるのかというとこまで来ております。でもちろん、その書籍の販売だけに限ればですね、えっ、ー、と、10%未満なんですけども、あの、北米だけで見ても、えぇ、ー、まあ、あの、 少なくとも書籍の販売に関してはアマゾンが、えー、抜きでは考えられないということはもう皆さんもよくご存知の通りをただ数字で改めて、えー、と表しましたで。日本においても朝日新聞の報道なんかによりますともう3600社以後は直取引直取引をされていて、えー、当然ながらアマゾンの影響力は巨大ですということを改めてえっ、ー、と。 ご報告しますところがですね、今年の6月、え突然ですね、アマゾン、アンドロイド版の Kindle と a u d i b l e のアプリでですね、えっと、本が買えなくなりましたといやあの、正確には買えるんですけども、従来と画面が、えっと、画面繊維が変わったということになります。でこの背景は、えっと も、えっともとアンドロイドの場合、Google プレイでの課金を使うことが義務付けられています。つまり、アンドロイドを使ってものを販売する場合、えー、Google プレイで販売しなさいと。まあ、ただし、例外として、えーああの、アプリ内課金をサードパーティー決済手段に認めつつた会社が何社かありますで。その中に Amazon はありました。 ところが、2022年6月から Google がポリシーを変更してですね、年間売上が100万ドルを超える企業に対してアプリ内購入に30%の手数料を支払うよう求めたということが起きました。それによって Amazon は慌てて Android 版の Kindle アプリと Android 版の u d i b l e アプリ えー、から書籍を買う機能を一旦停止、廃止して、アプリ上で欲しいものをリストに追加して、ブラウザーから購入するという手順に変更しました。つまり、こんだけ、えっと、影響力のあるとこまで来ている Amazon ですら、えー、こういうことが起きると、えー、本が売れなくなるということがある日突然起きるということを、 伝えたたかったのでこれれを入れましたで、えー、とさらに深めていくとですね、えー、と要は極論これはあくまでもあの試験ではあるんですが、えー、とオンライン書店っていうのは、えー、突き詰めると今皆さんがご覧になってるようなものこれ自体がオンライン書店なんだなと私は思った次第です。 で要はですね、えっとまあ、実際ののれん、ブランドに関してはいろんなあの、えー、オンライン書店があるわけですけども、結局は、えっと、アップルかグーグル、まあ、ほとんどがアップルかグーグルですね、の、えー、アプリブラウザを経由して、えー、皆さん買われていると。つまり、ここの部分、 で結局は皆さん、えっと、ほとんどの方はここを経由して本を買っているという意味においては、今の時の、えー、オンライン書店っていうのは、突き詰めるとこういう形になるのかなということで、この図を載せました。 でちょっと話は変わりまして今度、えっと、北米のセルフパブリッシングのサステナビティガイドラインというのをご紹介させてください、えっと、まずアメリカの現状の、えっと、北米のセルフパブリッシュ市場なんですけども、えっと、電子書籍の30%から34%がセルフパブリッシングと言われておりますで年間大体3億冊のセルフパブリッシ本が販売されておりまして えー、12億5000万ドル相当のセルパブリッシングあ、売上的には12億5000万ドル相当で、えーと、アマゾンが毎年、えー、セルパブリッシングの著者に2億5000万ドルのロイヤリティを支払っていると、でかつ、えー、Kindle Unlimited の書籍の85%はセルパブリッシングの本だというふうに言われております、でかつ、アマゾンの電子書籍販売の31%を、えー、セルパブリッシング市場が占めるにまで来ております。 えー、ただし、オーディブルの、あのー、つまりオー,オ,、ねまえー、オーディオブックのセルパブリッシングの比率は1%前後ということで、まだオーディオブックのセルパブリッシングはまだ全然、えー、スタートしてないような状況だということです。でえーとーまあ、高評価、並びによく売れた本ですね、のセルパブリッシュ本の67、やっぱり3分の2が、えー、女性の著者が書かれた本になっております。でかつえーと 既存の出版市場の成長予測っていうのは1%前後なんですが、セルパブリッシング市場の、えー、成長予測は17%というふうに出てきております。で、これが、えっと、昔の <laughs> というか、まあ、最近のド,ドラフト2デジタルも含めてですね、えっとまあ、2002年ぐらいから、えっと、セルパブリッシングの えー、いわゆるプラットフォーマーみたいなものが出てきておりまして、まあ、それが、まあ、ルールが草分けになるわけですけども、まあ、そこから M&A 統廃合を繰り返し、えー、現状、でついに、えー、とでドラフト2デジタルという、えー、セルパブリッシュのプラットフォーマーが、えーと、割と草分けの一つ、スマッシュワーズを買収しまして、 え今ドラフト2デジタルとスマッシュワーズがえー同じにな、ってのれんは2つで動いておりますが、1つとなって動いていて、ここが一応最大手といって過言ではないと思います。で、一番上はちょっと後のオーディオブックのところに出てくるんですけども、Spotify が FindAway というオーディオブックの,あのプラットフォーマーを買収しまして、今 Spotify がえーオーディオブックでも 最後手の一角をなすようになりましたでこれアマゾンですねアマゾンは、えー、とクリエイトスペースというあのプリント・オン・デマンドの部分まあ実際はこれあのほとんどもうイングラム側のライトニングソース側で吸ってるんですけども、まあ、そこで紙の方はそちらで吸ったものが、えー、Kindle プレスとして、えー、と出てたりするような流れになります。 これスマッシュバーズの、えー、と買収される直前までの、えー、と推移を表したものですけども、まあ、大体16万ぐらいの著者に対して、えー、59万タイトルぐらいの、えー、本を出版されてましたで当時の、えー、と2021年の大体年商が、えー、約,約2億ドル、まあ、今で円250円で換算すると300億円ぐらいですねの、えー、年商の えー、セルフパブリシングのプラットフォーマーということになります。ここは、えー、とちなみに、アマゾンへの販売チャンネルは持っていませんでした。なので、えー、とスマッシュワーズからアマゾンへの販売チャンネルはなかったんですね。まあ、それでも300億ぐらいの、えー、売り上げがあった。で、それが今、あのドラフトズデジタルの方に合併したという形になります。 でえっと、ドラフトズデジタルも、えっと、割と老舗の一つなんですけども、まあ、ここ、スマッシュマズを買収した <laughs>、えー、部分でやっている、えっと、中に非常にユニークなものがありますで。それがユニバーサルリンク、ユニバーサルブックリンクというふうに呼んでるんですけども、えー、っとこれだけの多くのタイトルが出た場合、著者が、えっと、簡単に言うと、 えー、その本の、えー、ページをユニバーサルリンクとして持てますというのが、えー、ドラフト・デジタルでやっているこのユニバーサル・ブック・リンクというもので、まあ、要は、えー、とここが、えー、と本のマスターになりますってここから Amazon、えー、に売ったりとかもしくは SNS でも今チャンネルがあまりに多様なのでえっ、ー、と その元になる管理するまあ簡単に言うとメタデータの元になるものがここで全部無料で管理できるというようなサービスをやっているのがえユニバーサル・ブック・リンクになります。なのでこちらの側でえっとセルフ・パブリッシングの場合えっとここに登録をしておけばどこで売ろうがえっと常にここにマスターがあるような形になってどこからでもえっとここを引くような形。 として、えー、と利用がで、きるというものになりますで、えー、と例えばアマゾンならアマゾンにここから持っていった場合、アフィリエイトコードをあの入力する画面がありまして、そこ入れとくと、当然ながら、そこのアフィリエイトで売れた分に対しての、えー、アフィリエイトという形での収入もあの当然出てきますし、直接このリンクを自分のところのマートに貼って売ったりとかですね、いろんなことができます。 でこれ非常にユニークな、えー、本の管理方法としてあの注目にあったりすると思いますと。あと、アフターコロナ、ビフォーコロナの、えー、でセルパブリシング市場のここ5年間のアップデートを見てみた場合、えー、と基本的に著者はセルパブリッシングプラットフォームを利用して販売チャンネルに 本を出すすわけですねでもちろん、女ス自身が、えっと、売ったりするケースもあるんですが、SNS で売ったりするケースもあります。で、えっと、最近は図書館とかですね、えっと、そういうところへの販売チャンネルも多数存在しており、えっと、かつては10社ぐらいだったんですね、あのメジャーな、えっと、セルフパブリッシングプラットフォームとは。ところが、現在は、えっとまあ、売上でいくと98社ぐらいなんですが、まあ、約100社。えっと <coughs> まあえー、プラットフォームがございましてセルパブリッシングので著者はそれを使い分けております。で、えー、っと当然その何ていうんですかね図書館への流通のものに非常に優れているものとかですねあとはプリントンデマンドの方に えー、あと、ラージブックに特化したもの、あと、宗教本に特化したもの、まあ、本当にそれぞれ、えっと、セルフアップリーシプラットフォームが今、100社ぐらいございまして、えっと、著者はそこを使い分けて、販売チャンネルに流通しているようなマーケットになりました。 でえっと、引き続き、えっと、米国のオーディオブックの市場動向について簡単に報告いたします。でえっとまあ、オーディオブックは中身売れてるようだというのは皆さん、いろんなところで目にされていると思うんですけどもじゃあ実際の数字でいうと大体10億ドル16億ドル、えー、で前年比でやっぱ25%ぐらい伸びていると,で、えっと新刊が7万4000タイトルぐらい出てまして書籍市場全体でいうと6%か7%ぐらいまで、えっと、大きくなっています。 でえー、っとオーディオブックのリスナーの54%は45歳未満っていうのとか、えー、っとあと結構北米ではその著者自身が、えー、っと自分で読みたいもしくは自分の声で読んだものをその販売したりするケースもあるんですが著者のニーズからすると。えーっと あの読者の方のニーズからすると著者が読む本よりもプロナレーションを好む傾向っていうのが明確に出てるっていうところが、えー、押さえておいた方がいいと思います。で先ほど申し上げましたように Spotify が、えっとえー、オーディオブックを始めましたと。でこれは約30万タイトルでスタートをします。 でえっと、もともと Spotify はですね、ポッドキャストっていうものを強化するために、えっと、ずっと2019年の2月から、えっと、このグリーンで、グリーンっぽく色がついているものが、基本的にポッドキャスト周りなんですけども、に対して多額の投資を行って、えー、今後の周りとかしてきております。で、えっと、ポッドキャストに関しても、えっと、確,確かアップルを超えた、 というのは、えっと、いくつかのメディアで報道されていると思います。今度、ファインドウェイっていうところのオーディオブックのプラットフォームを買収して、えっと、そこがようやく、えっと、買収したのは、えー、昨年の11月なんですが、えっと、今9月、今年の9月に、えー、スポティファイが正式にオーディオブックの販売をリリースいたしました。 もともと3億6500万人ぐらいのユーザーがいらっしゃるので、えっと、その中で、まあ、基本はまあ音楽のサブスクが有名なんですが、えっと、ポッドキャストでやっぱ320万のポッドキャストがありまして、で今回、えっと、30万のオーディオブックが入ったと。で、こうこの Spotify のやっぱり売り方の妙といいますか、面白いところは、音楽と、まあ、ポッドキャストはあえてトークというふうに彼らは呼んでますけども、トークと音楽と、<laughs> オーディオブックをシームレスに組み合わせてそれぞれ販売できるというもしくはどこからでもフックする形で例えばポッドキャストで面白いネタがあったときにそこからオーディオブックに持ってきたり、えー、っとポッドキャストの、あのー、面白いネタから音楽に持っていったり、ま、た逆に音楽からオーディオブックの方に持ってきたりということが、えー、できるとでそれを3億6500万人に対して行うということをやろうとしています。 で非常に、えー、とユニークなやり方だと思います。まあ、まだ30万タイトルぐらいなので、ここがどのようになっていくかっていうのはまあこれからなんですが、えー、これも非常に新しい売り方だなというふうに私は思います。Find by 自体は、えー、とオーディオブックのエンジンをもともと作ったところなんですが、まあ、そこで 自前のオーディオブックのデバイスなんかも作って販売してました。今はえっと三十二万五千タイトルぐらいえっと確かお持ちだったと思います。で、じゃあオーディオブックのパブリッシャーっていうのはどんなところがあるのかっていうと、まあだい大きいところ、特にハーパーコリンズなんかはえっと <laughs> インプリントでハーパーオーディオとかハーレクインオーディオみたいなえっとブランドの連を持ってますし。 えとマクミランなんかは、えっと、のれんではなってないと思いますけど、マクミランオーディオ、つまりマクミランなんかの、えー、中にマクミランオーディオというブランドを立てて、えー、と販売しています。で、アマゾンに買収されたブリリアンスオーディオですね、Q えー、とのブリリアンスパブリッシングっていうのもあのやっておりますし、ア、まあ、シェットやペンギンの生ハウスなんかも。えー オオーディオブックの販売、つまり、ここに挙げているような名前の企業が、えー、といわゆるオーディオブックのパブリッシャーになります。で先ほども出たように、えー、とセルフパブリッシングに関してはオーディオブックはまだ1%にも満たないような形なのでまだこの中に、えー、とそういったものはまだ入ってきていないような状態です。 でアルビメディアっていうところはいくつかのこういうブランドを持ってるあのこの親会社になるんですけども、まあ、そこなんかは、えー、とカープレイとかですねアップルのカープレイを使った、えーとうん、車の中でのオーディオブックですねなんかに関して、えー、と非常に強いと言われておりまして、えーとまあ、6万 タイトル以上、えー、毎年7500タイトルをどんどん加えているような形で、えー、非常に急成長しているあの、まあ、パブリッシャーですね、パブリッシャーでもあります。で、Amazon に関しては、基本的にオ d i b l e とブリ i l l i a n s a u と ACX の3社を Amazon が買収することで、オーディオブックのコアを作っています。で、ACX が基本的には、えっ、ー、と、オーディオのそのプラ配信プラットフォームで、オ d i b l e が、えー、といわゆる マートですね。でブリーンサンオーディオが、えっと、版元というこの3つの組み合わせを中心にアマゾンなんかは、えー、展開しているような形になります。 で、オーディーブックの、じゃ今度流通、コンシューマー向けを見てみると、やっぱりそのオーディブルが強いですと。これは、えー、あと今回、スポティファイとファインドウェイが入ってきました。で、アップルも強いです。で、それ以外にバンザンノブリや、えっ、ー、と、コーや、オーディオブックスドットコンみたいなものが、基本的にはオーディオブックの流通では大手です。で、もう一つ、えっ、ー、と、オーディーブックの流通で、図書館、学校向けっていうのがまだ別に存在します。で、こちらも非常に伸びておりまして、 えと図書館、学校向けのオーディオブック流通では、エビスコとか、えーオディ、オディーロっていうところですね、えっと、とブラックストーンもはじめ、あと昔から、えっと、通常の紙の本とかで、えっと、図書館や学校向けで強いフォレット、えっと、今、ベーカーテ・アンド・テーラーの親会社になりますが、えー、とかも、えー、オーディオブックに関しては一応やっております。オーバードライブはやってます。 ビブリオテック化もやってますし、まあ、ここに上がっているようなところが、オーディオブック流通の、えー、図書館学校向けの中では、えー、と大手の類に入ってきます。であと、DTC ですね、直接ダイレクトトゥコンシューマーのオーディオブック流通っていうのもございまして、えー、そこに関しては、クリスチャンオーディオとグラフィックオーディオの2つが、えー、オーディオブックの流通では大手になります。 でクリスチャンオーディオっていうのは、もう名前の通り、えー、としあり、宗教書ですね、の、えー、を専門にしたオーディオブックの配信を直接コンシューマーに向けて DTC やってるところで,で、グラフィックオーディオは、えー、とゲームやアニメの、えー、の、えー、とオーディオブックを専門チャンネル、まあ、チャンネルに近いですかね、オーディオブックの、えー 流 DTC をやっておりまして、ここも非常に、えー、コアな、えー、読者層がついているような2つの流通になります。これは先ほど紹介したー d i 論ですね、1億7000万人ぐらいユーザーの方がもうすでにいらっしゃいます。でこれは、えー、っとやはり学校都市館流通の大手になります。 で、これはですね、あ、そうそう、でセルフパブリッシングした場合ですね、大体そのファインドウェイボイス、つまり、えっ、ー、と、Spotify は正式には発表してないんですけども、ファインドウェイの、えー、時のセルフパブリッシングした時の、えー、販売価格10ドル打った場合に、えー、まあ、簡単に言うと、Spotify が50%で、チョシャロイティが40%で、ファインドウェイボイスが1%。えーワン テンパみたいな形での、えー、著者に渡るようなモデルでしたとこれはだから、えっと、今の Spotify がこうだというわけではなくて FindAwayVoice というものを使った場合での販売の時はこういうようなロイヤリティ設定になっていましたということですで、えっと、サステナビリティを考えた場合ですね、えっと、メディアをサービスして分析する サービスドミナントロジックっていう考え方がとても重要になると言われております。で今日新聞の方も何人かあのいらっしゃってるのを拝見したんで、えっと、新聞業界のイノベーションなんかでその、ま、新聞は、えっと、そういう意味では書籍よりも先に、えー、サービス化をどうするかということで、えー、いろいろされてる。 ところが多いわけなんですけども、これはある、えー、と論文、ジャーナル・オメディア・ビジネス・スタディーズという論文の中の、えー、いわゆるそのサービスの側面をコールせずに、えー、新しいビジネス、新聞ビジネスはできないということを検討した論文になります。でえーとまあ ちょっと長いので、えっと、ご興味のある方はここに URL こっておいたので、えー、読めると思いますので読んでいただければいいと思うんですけども、まあ、国際新聞マーケティング協会 INMA が非常に称賛している、えー、論文でして1、えーまあ、つの、えー、コンテンツのサービス化を考える時に、えー、非常に参考になるんじゃないかなということで載せておきました。 でえっと、このサービスを考え、ドミナントロジックを考えたときにですね、えっと、ちょっとここからちょっと概念っぽくなってしまうんですけども、まあ、あのサービスの観点みたいなものでトライス直す議論が今、米国なで盛んに行われております。で、えっと、ここが新しい書籍の、えっと、一つの、えー、ヒントになるというふうに皆さん捉えておりまして、 いかに書籍のサービス化がの形はどんな形が最,最適なんだろうかということが議論されております。で1つにはやっぱ製品中心からそのまあよく言われる話なんですけども付加価値を高めていっていかにその共感を得て形でサービス化していくかとにこうしてかつそのサービス化する時には、えっと、当然 ビジネス化もできなきゃいけないわけだし同時に少子源化も実現できなきゃいけないとでこの難題を解決する、えっと、決定的なだ決定だというのはまだ誰も見つけてないんですけども、まあ、少なくともサービスドミナントロジックを用いたものが用いることでそこに近づけるだろうと考えているマーケッターが多いというふうに捉えていただければと思います。 で現状、これを進める上での、もうこれ、皆さんも要因に想像つくと思いますけれども、現状のビジネスモデルに固執、えー、する企業文化が各社にございまして、まあ、これが大きな、えー、阻害要因、壁になっているっていうことは、あの米国でも北米でも同じです。で具体的に不確性の高い、先ほどの CIA。えーっとシア VA のような、あのー、主観で、えー、顧客なり住民なり、えー、実際のユーザーの方をーに聞いたものをベースにした、えー、ものを軸に作っていくわけになるのでどうしても復活性の高い要素を取り扱うことになりますつまり、えー、っとそこがまあ難しい点ではあるんですがまず、えー、簡単にやるべきことっていうのはもう提供する価値の企画 えー、価値の企画っていうのが、まあ一つ新しいかなと思うんですけども、えっ、ー、と、まあそれを、えー、まあ簡単とドキュメンテーションがすること。で、あとはそのサービスの内容の設計。これを行うこと、えー。で、3番目がビジネス化ですね。で、実際にだからそのサービスに対して対価を支払うる利用者が存在するのかっていうところの検証。まあこの3点をやることになります。で、 あと当然ながらサステナビリティということで、えー、と地球中心設計みたいなものが必要になってくるので、えー、環境負荷軽減削減っていうのに関しては、まあ、当然ながら測定評価検証の繰り返しが必要になってきますで割とその製造系からするとあの短絡的に、えー、とその環境負荷削減から製造数予測まあどのぐらいの正確な、えー、印刷部数を えー、導き出せるかみたいなところに結構力を注いでる,注いでるんですが、えー、と実際には、えー、とそこだけでは実は問題解決せず、えーまあ、先ほど申しましたように、えー、書籍のサービス化というものを、えー、この3つを、えー、少なくともやってでそれを繰り返さないと先にはいけないだろうというふうに言われております。 あこれはあの前にもご紹介したかもしれませんが、これは、えっと、読者や書店さん側が、えっと、本を売ったケースの事例ですね。で、えっと、これからサービスが起こせるか。 というようなことになっていくわけですが、これはえっと左側の写真というのはニューヨークのストランドブックストアの中の書店員の方がえっと実際にその本を読んだ感想文をこういう形でポップで出している事例ですね。で右の本はえっとこれは千葉かな千葉のえっと書店員さんがえっとこの本は に関するポップを、えー、書いたことがトリガーになって、えー、とかなり、えー、80万部ぐらいかな,なんか売れたっていう事例としてよく使われる本です。あと講談社さんなんかの5、えー、体不満足なんかもスタート時は3000とか4000分からスタートしたのが、えー、10万以上まで、えー、とやはりその口コミで、えー、売れたとかですね、まあ、そういったようなものを 一一つヒントにななるかなと思って一応再度入れておきましたあと今年のブ,ブランクフルトブックフェアの方に出てたんですが、えっと、ジャパン・ブックバンクっていうのも、えっと、結構近寄で開いておりました、まあ、基本的にはあの、えー、日本の出版カタログの英語化したものを海外に出していくっていうことで、えっとまあ、共同運営元に書協さんとかあと運営協力に徒派さんが入られていると。 でと運営元の主体なのは映像産業振興機構というところがやっておりまして、まあ、基本的にはその書籍の、えー、映像化、まあ、例えばネットフレックスやアマゾンプライムオリジナルのなんかの、えー、原作 県の販売であったり映画化圏の販売であったりみたいなものを積極的に行っていくんだろうと。で、かつ日本のコンテンツ産業の国際競争力の強化、えっと、並びに人材の育成、で海外展開市場開発みたいなものを、この、えー、映像産業振興機構さんの方が中心になってやられると。ただ、これ自体は2000、結構前からあって、今年えっと、フランクフルトのブックフェアで、かなり、えっと、大々的にプロモーションをされておりました。 とあとはサービスを考える、えっときに実際のビジネスモデルとして最もよく、えー、利用されるのがサブスクールなわけですが、まあ、これもだから全然違う部分から持ってきたんですけども日本のカーシェアリングの車両台数と会員数ですね。 でまあ、確かに最近あのタイムスのマークを貼ったワナンバーの車をよく見るんですけども、えっとまあ、実際今、えっと、昨年度で4万3460で、えっと、会員数も200万人を突破しているようなところまで来ておりますなので、えー、所有から利用へという流れという点においては、えー、ただまあ雨が降ると車が足んなくなったりとかあるようですけども、えっとまあ、こういうような、えー、これは MAS、えー、と呼ばれているものですね、モビリティー・アザ・サービスで、えー、と今し、えーと、出版社が取り組むべきことは、バ、えース、ブック・アザ・サービスというようなものの、えー、実現ということで、これも一応参考で入れておきました。で、えー、と書籍を、えー、とプロジェクトとして捉えるという考え方が、今、米国の方では、えー、と盛んに、えー、取り上げられております。でえっ、ー、と これからの編集者にも求められるスキルということで、編集者への、えー、ヒット作りに関しても、えー、このプロジェクトを取られるということが重要だと言われております。で、えー、と具体的なこととして、ここに RFP、SOW、PMBOK、OK、MSA、RFI というのをあえてポンと書いたんですけども、この5つが、えー、と全部分かっているって方は、で、えー、の編集者の方は何もする必要はございません。えっ、ー、と、これをただ、 行えばいいということになります。で、これ具体的にどういう内容かというと、えー、提案依頼書作業範囲でしょう。これ要するにプロジェクトマネージメントを行うための必要なドキュメントの意識になります。で、従来の編集の場合、著者との相談事も含めてえっ、ー、といわゆる企画書を作ったり、えっ、ー、と見積もりを取ったり。えー 権利処理をしたりとかいうことをもともと編集者っていうのはそういうプロデュー,スプロデューサー的な仕事とかあとディレクターみたいな仕事を、えー、知らず知らずのうちにやってきてるとは思うんですが、まあ、要するに従来のドキュメンテーションが簡単に言うとこの、えー、と5つのドキュメントを作れば、えー、とこれが、えー、と企画だというふうに捉えるということが、えー これれかららの編集者に求められるスキルでだと思います。実際に、えー、とそういうスキルを、えー、会社としてはできるだけ、えー、その編集者にキャリアパスとしてこういうのを覚えてもらったり勉強してもらったりするとという編集者づくりを行う。でこれが、まあ、簡単に言うとですねこの5つを著者なり えと外部、まあ、印刷屋さんもあるでしょうし、まあ、いろんなところとの中で、この5つの書類を、えーとまあ、簡単に作れたらですね、えーと、これが企画書になります。というか、これが事業計画書になります。なので、えーと、つまりそういったようなものが求められるということになります。 で、えっと、まあ、これはだから、ドキュメントを作ればいいということなんですが、このドキュメントの中身を理解して、これ全部作れたら、えっと、確かに、あの、先ほどの、えー、サービス化というのに対しても、えー、出来上がると思います。 でえっと、あと、私の個人的なおす,すめとしては、ですね私も古い、えっと、編集としては古いものなので、まあ、かつてや,やっぱり本を最低て1000冊読めということは昔は言われておりました、でなんでかなと思ったんですけども、やっぱりその通常、ですね早い人でも、えっと、1000冊読もうとすると15年ぐらいかかると思います。 で私なんか20年ぐらいかかったと思うんですけども、でやっぱ1000冊を超えた途端にですね、えー、っと企画に自信が持てるようになりますね、不思議なことに。えー、っとこれがなぜ1000なのかは分かんないんですけども、で昔はそのやっぱその1000冊、えー、っと読んでないやつとは、編集の話しないみたいな時代でしたんで、えーっとまあ、そういう、つまり、えー、っと本を読むということ自体が仕事。 だと捉えるみたいな形でしたでこれは経験者から言うとですねおすすめです。なので、えー、っと今日あの編集者の方も何人かいらっしゃっていると思うのでこれはつまりその自分が担当した本を読むのは当たり前なので、えー、っとそれとは別にですねでこれは何でもいいと言われています漫画でも電子書籍でも籍あの紙の書籍でもテーマも実用書だろうが何だろうがとにかくえー、っと千冊を読むということをやるとですね えっと、不思議と、あのー、企画がブラッシュアップされて、えっと、不思議と出す方書く方のが、えー、自信が持てるっていうことが起きますのでこれはあのー、辻元としてはおすすめいたします。 今、サスティナビリティについてずっと考えてきた、あのご報告してきたわけなんですけども、えっと、あと一つ、そのサスティナビリティを捉えるキーワードとして、ソラスタルジアという言葉がございます。これ、ギリシャ語とラテン語の造語の信語だと思うんですけども、えっと、今、これがとても重要だというふうに、えっと、捉えられております。 で基本的に、えー、とこの1個前といいますか前回、えーと「グッドリーズ」なんかで新しいカテゴリーができたところを「ドゥーマリッド」っていうジャンルができて、えー、と乱暴に言うと「えー、とテンペイチーマニアック、えーと」映画で言うと「デーアフタトマロー」みたいな、えー、映画みたいな世界みたいなことを「えー、とドゥーマリッド」っていうふうに呼んで、まあ、実際今かなりその手のものが増えて てきたんですがそれをさらに拡張するかつ、えー、サステナビリティを考えるキーワードとしてスラスタルジアっていうものが、えー、とよく使われるようになってきております。えー、とこれも一応ご報告し,しとこうと思ってこういう本出すと売れるかもっていうあの直球でもいいかと思います。で辻、えー、の方としては今年はこんな感じでございますんで一旦えっ、ー、と井上口さんの方に お開始したいいいと思いますはい、野様どうもありがとうございました。えっと、では、ちょっと一つ質問をいただいておりますので、えっと、こちらの方を、えっと、お願いできますでしょうか。これ、YouTube の方に行っていただいております。川、え、津、っと、義徳江さんの方からですけれども、えっと、POD 出版のクオリティがとても高くなっていると感じています。えー、POD ベンダーによる環境対策はいまだこれからでしょうかという。 ご質問なんですけれども、POD のこと、きょうはあんまりお話ししませんでしたけれども、実はコロナのところで、あと、えっと、ウクライナへのロシアの侵攻も影響があるのかどうか分からないんですけれども、えっと、米国においては、えっと、紙が大幅に不足、特に昨年から今年に関して不足いたしました、うん、で在庫が著しく減ってですね。えっと <laughs> えー、POD の、えー、と特にロールペーパーロールペーパーも3種類ぐらいあるんですけどもあの3種類ぐらいのペーパーの供給が、えー、と遅れ遅れで、えー、納品が遅れっていうことがえっ、ー、と一時起きましたと。でえーと 今、だいぶもうほとんど先月かな、えっと聞いた話ではほとんど元に戻りつつあって、来春には完全に元に戻るだろうと言われてますというのとですね、えっと、あとそのセルパブリッシングなんかのルールもそうなんですけども、用紙に関しては、まず5大,パ5大出版社に関して言うならば、すべて FSC かなりのえっとサーティフィケーションペーパーに。 ほぼ99以上シフトしてますなので再生,し、えっと、再生可能な用紙以外は大手からの出版物には使われていないところまで来てます。<う>で、えっと、一応、えー、要するに伐採する木の量よりも、えっと、木の量よりも 植えた木の方が多いというようなものをマークにしているところの人気が高いということですというのが一つそれと,、えー、と代替用紙というものに関してかなりいろいろ出てます日本においても突破さんなんかが一時代替用紙か要するに木を使わない、えー、紙というものを、えー、と作られてますけどまだコストがなかなか合わない。 っていう部分が一つありますで。無印良品さんなんかは、えっと、竹を使った、えっと、紙の販売をもう今年から始めていると思います。なので,、えっと、でそちらの方に関して言うとやっぱ紙に関しては相当サステナビリティの部分で動きがあってただどうしてもコストがあるので、えっと、コストの関係があるので現時点では。えー まだ、えっと、パルプですね、木材パルプのベースの、えー、サーティフィケーションを得た紙っていうのを使うのが、えっと、現状になってます。で、POD に関して言うと、えっと、厳密にルールとかはですね、えっと、マシンの稼働の電力、えー、なんとか、えっと、つまりあなたがこの本を出した場合、えー、二酸化炭素に換算するとどのぐらい、えっと、 出すかと。で、それをこうすることによってどのぐらい減るかみたいなものを、一応、えー、っと、ちょっと精度は怪しいんですけども、一応出すようにはなってきてますね。うん、で、インク自体は、えっと、大豆インクといってもあれ、石油生成なんで、どこまでその、エコなのかっていうような部分はあるかと思うんですけども、少なくとも昔、ソニーさんが、 固形のインク、食べても大丈夫な、うん、固形インクのレーザープリンターっていうのを出されてましたけども、えっと、各社、えっと、当然ながらあの大きいメーカーばかりなので、えー、サステナブルな方に全部舵は切ってるので、えっと、それが製品に100%生かされてるかどうかはまだプロセスの途中じゃないかと思いますけども。えー ジャーナルワイリーなんかが使っ,やっているあの英国の CPI とかですね、の POD の大手の工場があるんですが、あそこなんかのワイリーなんかの用紙に関しても、えー、サステナビ、サステナブルな用紙っていうのが当たり前になってきているというふうに聞いています。で、一番のロスはやっぱりその、今、米国なんかでも一番皆さんが困ってるのは、 何部するかなんですね <laughs>。で、ジャーナルなんかはある程度、えっと、予測がつくので、800なら800、750なら750で、かなりの精度まで来てるんですけども、一般書に関しては、先ほどのブックトックの例もあるように、突然1週間あたりで4000冊とか注文がポンと来たりする可能性があるわけですから、で、また、それ、それ自体が、その出版の醍醐味でもあるので、えっと、その、いかに、 その廃棄を減らすかこれはアパレルなんかも同じような悩みじゃないかと思うんですけどもそこを今 AI の力を借りて精度を上げようとイングランドなんかは相当力を入れてるんですがその戦場にあ,あくまでも試験で申し上げますとその戦場に解が本当にあるのかなというふうに私はそんなふうに思っております。 はい、ありがとうございます。えっと、徳井さんの方からはその後もちょっとコメント続いて2件いただいておりまして、えっと、終わりの方、3つ目のやつが、えっと、今のご質問に関する関係ですね。えっと、国内では POD 政策に力を入れている大手印刷会社も多いですので、環境対策を配慮すると差別化になると思いますというご意見いただいています。うん、で、2つ目ご意見いただいたのが、えっと、ちょっと先ほどとはまた別の お話で、えっと、先ほど辻野様の方からおすすめであった、あの、15年で1000冊読むとなると、1年平均70冊ですね。えー、月に6冊ぐらいは読んでいますが、15年も続いておりません。やはり本は読まれているのですね。っていう、まあ、こちらも、まあ、これは、えっと、質問というよりはコメントという形でよろしいでしょうかね。はい。あの、 すいません。私も昭和の編集者なもんですから、当時はその、やっぱし、何でもありの世界で、まあ、ほとんど、えっ、ー、と、会社に寝泊まりするのがの時代だったわけですけども、<laughs> まあ、少なくともその先輩編集者なりからは、えっ、ー、と、それが、 まず仕事であるとというこは、ね、あのベテランの編集者からはそういうふうにで逆に、えー、千冊読んでない人はそんな企画の話なんかできねえっていう感じの、まあ、当時はそういうあのが普通の世界でしたので、まあ、そういったような形でした。で実際、まあ、僕なんかは割と岩波新,新書系とかあのブルーバックスとかが好きでよく読んでたんですけども。 やっぱ、なん、なんでなんでしょうかね。やっぱどっかで、やっぱその。ブレイクスルーみたいなのがあるのか。えー、な、なんとなく、その。企画に自信を持てるようになったのも、その頃か、なのかなっていう感じは。あの、しなくはないですね。今振り返れば。当時は、なんか、そんなことまで考えて、とにかく。 明日まで入校しなきゃけなみたいな感じで、明日けども、はい。<laughs> はい、あの、ありがとうございます。はい、えっと、さんの方からは、えっと、ありがとうございましたということで、えっと、ユーチューブの方に、えっと、コメントいただいてます。あの、時計さん、もしよろしければ、関係を許せば、あの、この後、えー、交流会の方、こちらの、オフレコで。となりますので、もしよろしければ、ズームの方でも、ご参加いただければと思います。よろしくお願いします。えっと、いただいている、えー、ご質問は。 以上でですけれども、あとよろしいでしいい、ょうか。はいえっと、それではお時間も5時、えっと度過ぎましたので、えー、一旦定例会のセミナーとしては、えっと、こちらで終了とさせていただきたいと思います。えっと、本日の講師、辻本さんも大変貴重なお話をどうもありがとうございました。 えっと、皆様、えー、オンラインではございますけれども、お礼の拍手をいただければと思います。皆様もご協力いただきまして、どうもありがとうございました。えっと、J、JPA では、あの、今後もこのような形で、えっと、ウェブセミナーを開催してまいります。えー、ぜひ